皆さん見てください、こちら。はい、というわけでね、なんかさっき撮影で普通に GoPro を使って、このカメラ今ただこれ充電してんのかなって思ってたんですよ。でここちゃんとこういつもついてるんですよね。だからそんな別に普通さ、隠しカメラとか隠すじゃん、隠しっていうぐらいだから普通に置いちゃって、実はこれ回っていたらしいんです。というわけで、なんと私この度、言い方悪いかもしれないんですけど、隠し撮りをされてました。隠し撮りをされてました。ひまひま裏はあるのか的な感じですか。どんな風に寝る直前を過ごしているのかと。ああ、ちゃんとルーティンと一緒かみたいなね、はい、そうですね、そうですね、はい、はい、というわけでね、今回その様子をね、皆さんにお届けしていきたいと思います。ちなみにテスト1週間前です。では早速やっていきましょう、レッツゴー。エコー、明日の天気は？あ、待って、エコー、明日ストップ。エコー、写真撮って。はい、では撮ります。何これ？ Amazon フォトに保存します。何それ？エコー、君天才だね。もっと賢くなるよう頑張ります。エコー、ありがとう。よかったです。
エイスエイスエコー。8番目を英語で、8番目を英語で言うとエイスエイス、ナインス、テンス。A member of wheelchair team. The door, click, book, jump, catch.ひまちゃん見て、ママのこと見て。何？実はね、ひまちゃんごめん、ひまちゃんが何やってるか見たくてね。え見て見て。え、こっちないでもって。違うの、実はこれね、撮れてるの。え、見て、覗いてみて、覗いてみて。そういうこと？何これ、充電切れてんじゃなくて。違うんです、画面が映ってないだけなんです。最悪これだからね、マジいつもどうしてもひまはね、警戒心が解けないんです自分の部屋でも。そうなんです、ひまちゃんは何を過ごしているのかをみんなに見てもらおうと思ってやってました。じゃあ最後に覗いてみてください、本当に。というわけで皆さん、待って、なんか勝手に動画を撮られたんですけど、この発案者は誰でしょうね。終わりでいいの？わかんないんだけど、始まりもわかんないし終わりもわかんない。はい、というわけで皆さん、何なんでしたの？誰が考えたでしたの？はい、ママです。失礼いたしました。
というわけで今度ね、まあ、またひまひま家とかでママとかパパのまあことをね隠し撮りできたらなと思います。というわけでまあ何やってたのか全然覚えてませんがどうでしたでしょうか。というわけで今回この感じで終わりたいと思います。まあいろんなことをやってくれたんじゃないのかな。楽しみに見てます。そうですね、はい、では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバイ。ちなみに今から私は読書をしたり YouTube 見たりします。